PIIGS、またはPIIGSは世界金融危機において金融、財政部門の改善が自国の力のみでは達成できない可能性のあるヨーロッパの国をまとめて表現するために該当する国家群の英語の頭文字から作られた当時語である。経済状況の変化に従って該当するとされる国家も変化しているため、この記事では動詞の当時語も扱う。PIIGSは英語で豚を意味する。この当時語は2008年から侮蔑的な意味を込めてイギリス及び北アメリカの金融報道で使われるようになった。当初はユーロ圏の南ヨーロッパ4カ国、すなわちポルトガル、イタリア、ギリシャ及びスペインを指していた。また、これにアイルランドを加えてPIIGSと呼ばれることもある。2009年末からはイタリアを除いたポルトガル、アイルランド、ギリシャ、スペインの組み合わせでPIIGSと呼ばれる場合が増えてきた。イタリアの銀行、ウニクレディトはイタリアはポルトガルとアイルランド、ギリシャ、スペインと比べて貯蓄率と財政規律が相対的に良好なのでPIIGSの I はイタリアではなくアイルランドであり、また正しい綴りはPIIGSではなくPIIGSであると主張している。イギリスの銀行バークレイズ傘下の証券部門バークレイズキャピタルでは5カ国の頭文字を並べたPIIGSが豚を連想させるとして禁句になった。これらユーロ圏の国々は2008年の数年前までは国によりまちまちの経済状況を呈していたが、2008年のリーマンショック前後から財政規律問題と経常収支問題が顕著になってきており、これがユーロの不安定要因になっているとみなされている。また、雇用問題も抱えている。2009年11月のドバイショックでも、信用格付け問題で揺すぶられることになった。PIIGSの中の一国と目されていたアイルランドについては、2013年12月15日をもって EU と IMF から受けてきた金融支援から脱却することに成功した。詳細は、2010年欧州ソブリン危機を参照 CDS5 年ものスプレッドの推移。PIIGS5 カ国の CDS スプレッド、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペイン。ちなみにアイスランドは水色。2009年末からギリシャを中心とした財政破綻とユーロへの影響の懸念が強まっており、PIIGS危機と呼ばれることもある。2010年2月現在、これらPIIGS諸国の中で最も懸念されているのはギリシャで、低貯蓄率、高い財政赤字比率、2009年10月の総選挙による政権交代後明らかになった財政赤字水準の過小申告による国家的な粉飾の露呈など、ギリシャ問題がユーロ最大のアキレス腱となっているとされる。次に懸念されているのが、ポルトガルで低貯蓄率及びギリシャと同様な粉飾も懸念されている。これら2国では国民準貯蓄も減少しており、特にギリシャの準貯蓄の減少は10年来で、この点が不動産への過剰投資から経済不振に陥ったスペインやアイルランド以上に問題の解決を困難にしている。2010年2月4日、国際通貨基金のドミニク・ストロスカーン専務理事はギリシャ支援の用意を表明する一方、ギリシャ政府に問題解決への取り組みを呼びかけた。これに対し、欧州中央銀行では2009年12月上旬時点では IMF の支援は必要ないとしていたものの、2月11日、欧州連合ユーロ圏16カ国首脳の会合でギリシャを支援することで合意し、ギリシャに2010年に財政赤字 4% ポイント削減目標の達成を求めた。これを受けて IMF はギリシャの財政改革を技術面で支援する用意を表明した。それでもギリシャ国債の CDS スプレッドは拡大し、ギリシャの財政危機に対する不安は収まらなかったことから、ギリシャ発の金融危機を抑え込むべく、2010年5月10日、EU と ECB は金融安定化のために緊急支援策を発表。EU は最大7500億ユーロの支援策実施を、ECB はユーロ圏の政府債及び民間債券を購入する方針を明らかにし、FRB、ECB、日本銀行、カナダ中央銀行、スイス国立銀行、イングランド銀行は市場のドル枯渇を防ぐためにドルスワップ協定を締結した。ありがとうございます。